はい、ちょっと整理の前に、3号機はかなり、まあ、トレンドとしてはやばいということとなんだけど、はい、それと2号機もね、いつこうなるかわからないんで、いろいろ前もって作業したいんですけども、はい、実は水素爆発があるかもわからないということで、今作業員を全部引き上げたんですよ。あはは。で、2号機の排水注入ラインはまだ、生きてない。はい。でそこを生かしに行くにはかなりの勇気がいるんだけど、はい、で SR 点はねもう開くこと分かってるんで、これはもうジジイの決済でいこうかなと、はい、いうことを、何を決済する、ちょっと今相談したんで、うん、人が行くってこと、はい、排水系の注入ラインで、まずちょっと一円さんの、ま、はい、の件さ、ちょっとさ検討してくれない？あ、か2号機の排水の復旧中が、あの消火ポンプのセッティングが今中途半端、規模上がるけども、あのでそこを復旧しとかないと、あのいつあの2号が同じ状態になるか分かんないから、早めにね対応するためにもそこだけ復旧しておきたい。それをどういう装備でどういう人間が行くかというのをちょっとさ、うん、はい、どうぞ。よし。